上田綺世に対する岡田武さんの解説。15日に行われた日本代表対エルサルバドルとの一戦、上田綺世が日本代表で初ゴールを決め、見事6対0で勝利を飾った。そんな中、元日本代表監督で J3 に所属する FC 今治の運営者でもある岡田武さんのコメントが注目を集めている。岡田、上田綺世は1点取ったんですけど、やっぱりポテンシャルをまだ出し切っていないと思うんですよね。ボールを受ける回数もまだ少ないですし、ヘディングかなり強いんですけど、競り合いで勝ったという感じもまだない。牧野、クロスの入り方どうですか？上田はクロスの入り方はいいと思うんですよね。上田にボールが入った時に少しちょっと孤立しているような状況というのがありますよね。孤立しているというかね、もっと積極的に受けられるんだけど、受けるという感じがあまりないからパスが出てこないんですよね。やればできるんだけど、見ているとボールが遠くにある時に真ん中をずっと歩いている感じなんですよね。自分が裏でもらう時だけ動き出しているような感じがある。もう少し絡んできてもいいのかなと。そう、こういう時にもう少し顔を出して落ちてきたいんですよね。もう少し顔を出してボールを受ける。上田はポストプレイヤーではなくてゴールゲッターなんだけどな。数的有利なのになんで降りる必要があるのか。ボックスでの駆け引きに集中させてほしい。久保と三笘がいるから、上田は裏への抜け出しに集中するだけでいいんじゃないかな。岡田さん、上田に大迫の役割を求めすぎだな。上田を擁護してバランスを取ろうとする牧野と、意に介さず辛辣な岡田氏という構図。上田の動き出しは見事なんだから、デブライネがハーランドに出すような鬼畜パスを中盤の選手に要求すればいいだけ。岡田が全然満足してないのマジ最高です。上田綺世のコサポやろ。ポテンシャルに期待しかしてないやん。まだまだできるよね。こんなもんじゃない。岡田さんがこの発言した後、すぐに上田がボールを収めたのは良かった。ゴールキーパーが蹴ったボールをうまく収めて4点目の起点になったもんね。大迫以降こういうプレーができる人はほとんどいなかった。相手が格上だとボックスストライカーの起用は難しくなるから、プレーの幅が広がるといいよね。試合前の実況、期待する選手は？岡田、上田綺世に期待したいですね。大迫という万能型のフォワードがいなくなって、それを告げる一番のポテンシャルがあるのが上田綺世かなと。まだ日本代表では結果を出していないけど、今日は期待したいですね。皆さんはどう感じましたか？よかったらコメント欄で教えてください。